ロックスターゲームスはマックスペイン3でシューティングゲームの進化を目指した。モーションや AI、 ゲーム性、カバーシステムや照準の隠し、さらにマックスの特徴であるバレットタイムを強化することにより、極めてスタイリッシュで破壊的な銃撃戦をプレイヤー自身が演出できるようになった。バレットタイムはマックスペイン3のゲームプレイの中心にある。マックスは大抵数で敵に劣り不利な立場にある。そのためバレットタイムの効果的な使用が生存確率を高める鍵となる。バレットタイムは犯すリスクやスキルのレベル、正確な射撃によって回復する。シュートドッジを駆使すればマックスの行動範囲を広げながら巧みに銃撃を回避し、しかも敵より優位に立つことができる。モーションキャプチャーによるリアルな動き、ロックスターゲームス独自の物理エンジン、そしてナチュラルモーション社のユーフォリアエンジンによるキャラクターの滑らかな挙動が融合。その結果、ほぼ完全なプレイヤーコントロールとシームレスな動作を実現している。遭遇する敵の反応もまたダイナミックだ。負傷すると負傷した部位を手で押さえたり、味方が制圧射撃する間カバーを探し援護を求める。ファイナルキルカメラはあらゆる銃撃における最後の一撃をハイライトする。それぞれのシーンは射程距離、着弾点、武器の種類により個々に演出される。ファイナルキルカメラをスローダウンすればさらなる緊張感を味わうことができる。どのステージでも激しく極めてシネマティックな瞬間が訪れる。バレットタイムが自動的に発動し、照準を定めながら射撃することでプレイヤーは多くの敵を一度に倒すことができる。モーションやゲームシステムの発展と主軸となるバレットタイムのシステムによって、マックスペイン3はサードパーソンシューティングに次世代の表現とプレイ体験をもたらしている。